皆さんこんにちは。シンガーソングライター兼フォトグラファーのノブと申します。今回、聖なる歌のリレー聖火リレーに、シンガーソングライターの佐藤俊さんからご指名をいただき、今回歌わせていただきます。現在、コロナウイルスの影響はあり、皆さん家で生活をする機会増えていると思います。そんな皆様のために少しでも力になれればと思い歌わせていただきます。オリジナル曲を3曲お届けさせていただきますので、どうぞ最後までお楽しみいただければ幸いでございます。それではよろしくお願いいたします。珍しくて洗ってこの空の下でみんな生きてる。やりたいことやるだけさ。君と笑った素敵な日々。便利なもので溢れたこの時代だからこそ君との時間を大切にしたいんだ。
1曲目お届けいたしましたのはオリジナルソング Sky という曲でした。ありがとうございます。この曲は、どんな状況場面であっても見上げれば見える空は誰のもとにもつながっているよ、だから一人じゃないよっていう思いを込めた曲です。届いていただけたでしょうか。僕はですね、よく命について考えることがあります。結局歌にするしかないんですけど、そんな曲を一曲、次にお送りさせていただこうと思います。与えられた命という、曲です。聴いてください。僕は今生きている、かけがえのない命、抱きしめて、君は今生きていた。たくさんの愛を受けながら、どうしてこんな風に与えられたこの命とはに続くものではない、それがどんな意味か、どんな重さか、人は生きてる限り問い続ける、明日を星になった、君は何を思って旅立っていた。
若者たちよ、その思いは揺らぐことのない明日へ向ける。この僕はたくさんの愛を送る、夜空の星を見上げるたびに与えられた命感じて。ありがとうございます。与えられた命でした。今僕らが生きていることって当たり前じゃなくって、生かされているんだという、ことを思いながら書いた曲です。限りある命を大事にして生きていこうよという思いを込めて書いた曲です。皆さんのもとに届いていただければ幸いです。それでは最後の曲に移っていきたいと思います。最後の曲はですね、東日本大震災があった時に、僕が書いた曲なんですけれども、テーマがですね、笑顔の大きな花を咲かせようという、テーマで僕は作りました。ぜひ皆様の、一人一人笑顔の大きな花が咲いてくれることを願いながら歌わせていただきます。一番最後にラララララって一緒に歌うところもあるので、よければ画面越しの皆様も一緒に歌っていただければと思います。それでは聴いてください。頑張ろう。笑顔をなくさないで、君の笑顔は僕の目に光っているよ、だから顔を上げてよ。瞳の裏に隠した秘密を僕にそっと話してほしい。閉じていた心を開いて、つまずくとき、倒れてしまうとき、そんなときは手を伸ばして、強く僕の手握って、涙を拭こう。Thank you.
ました。はい、ありがとうございました。頑張ろうでした。3曲歌わせていただきましたが、いかがだったでしょうか。この聖火リレー、本当に多くのアーティストの方々が参加をしています。ぜひ、こちらの聖火リレー検索していただいて、皆様の演奏を聴いていただければと思います。そして僕も佐藤俊さんから引き継いだように次の方へバトンを渡したいと思います。ぜひそちらの方もお楽しみいただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。シンガーソングライター兼フォトグラファーのノブでした。ありがとうございました。